い、お疲れ様です。ポンです。今日はムシ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 大阪はしています。ちょっと雨も降ってきてますね。はい、皆さん水分補給こまめにしてくださいね。それで今日の話なんですけどね、まっちゃん、友達のまっちゃんがもう毎日のようにね電話かけてくるんですよ。自分が東京にいてないんで、一緒に喫茶店行ったりとかね、喋る相手がいてないんで、毎日2回も3回もかけてくるんですよ。今日ももうすでに2回ぐらいかかってきて、自分がちょっとポンポンチャンネルに YouTube 出てるから、笑いが YouTube あの話しろこの話しろ言ってね言ってくるんですよ毎日。それでまあ、あまりしつこいんで、もう皆さんまっちゃんの話飽きてると思うんですけどね、今日もまっちゃんの話をちょっとしたいと思います。それとね、謎の男平田っていう話を、まあ、2回ぐらいしてると思うんですけど、まっちゃん vs 平田みたいなね話を今日はちょっとしたいと思います。まっちゃんがね現役時代に和歌山の山がね、何かの事情でその山がね、まあ売りに出されたんですよ。和歌山県の立派な山がね、1億だったと思います、売りに出されたんですよ。それの窓口になったのが川下組の人だったんですよ。東大阪のね川下組の人がまっちゃんに、こういう山あるけど誰か買いませんかみたいなね話を振ってきたんですよ。で、まっちゃんは、まあ、自分とか、いろんな人にパッパッと声かけたんですけど、そんな山買う人なんか知り合いいてないと、いう話でね。そしたら、平田にも声をかけたわけなんですよ、まっちゃんは。誰か山、和歌山の山買ってくれへんと。木を切って、それを売ったら、何倍にも何十倍にもなると。その、買った金額のね。だから誰か買ってくれへんかって話を平田にしたら、平田が心当たりあると。もしかしたら買うかもわからんっていう人間がおるということで、その人間の平田が言ったんですよ。そしたら興味あると、よかったら買いますよっていう話になったんですよ。でまっちゃんはもうよしよしって行こうと、和歌山見に行こうと、その山を。でまっちゃんと平田と平田の先とで川下組の人とその持ち主と川下組の人の間にもう一人人が入ってたらしいんですよ。ちょっと登場人物多いんですけどね、その空でみんなで和歌山にその山を見に行ったわけなんですよ。そしたら平田と平田の先の人はもう山中に入って、本当にそんなヒノキとかそんな木が入ってるんかどうかっていうのを、まあ、確認しに行ったらしいんですよ。それでまあ5時間6時間ぐらい平田らがその山をまあ見て戻ってきて、あ、いいですねと、買いますってなったらしいんですよ、その場でね。まっちゃんも、その川下組の人も、もちろんお金乗せてるから、よっしゃって感じなんですよ。それで、後日書類全部揃えて、どこどこ銀行でお金のデリバリーやりましょうか、ということで、話そこで、まあ一旦終わって帰ってきたんですよ。それから3日ぐらいしたらね、まっちゃんのとこにその川下組の人から連絡があって、すいませんと、あの山、持ち主が、違うところの人間にもう売っちゃったんですと。だからすいません、今回の話なかったことにしてくださいって言って、まあ、断りの電話が入ったんですよ。で、まっちゃんもなんやねんって言って、まあ、ちょっとブツブツ怒ってたんですよ。それを平田に言ったら、平田サイドからしたら、いや、もうあの場で買うって決まってんから、なんで違う人間に売っとんねんみたいな感じで、平田がまっちゃんに、一個貸しやな、みたいなことをね、言ったんですよ。まっちゃんはね、それで、あ、すいません、すいません、ごめんなさいね、みたいな感じで平田に謝ったんですよ。で、それで一旦話は終わってたんですけどね。そっから1ヶ月ぐらいしてからね、また川下組の人から電話があって、まっちゃんの、まあ、先の人ね、だから平田の先の人が、直接、その山の持ち主、そこの家に行って、直接買ってると。結局みんなを飛び越えて買い主が直接買いに入ったと。それはあかんの違うんかっていう、まあ
おごって川崎組の人から連絡が入ったんですよ、まっちゃんに。まっちゃんもそれほんまの話ってなってね、ほらほんまも何もあれへんかなと、今聞いたかなその話って川崎組の人はまあ怒ってるわけなんですよ。それはまあもちろん怒りますよね。で、分かったと、とりあえず確認取るからちょっともう一回あの電話入れますわって言って、まあまっちゃん電話切ったんですよ。その時自分一緒にまっちゃんとおったんですよ。でまっちゃん慌てて平田に電話かけてね、悪いこれーと、なめとったらあかんのこれーって言って、まあ電話かけたんですよ。まあ平田がいきなり何やねんその電話の仕方みたいなね感じで平田もばー言うてましたよ。ほんなら何抜かしとんねんこれーと、お前の先の人間が直接山買いに入っとるやないかいと、直接お前売り主とこ行ってお前金つけてこう取るやんけと、どういうことやねんって言って、こうまあまっちゃんはもう怒って電話かけたわけなんですよ。こっち来いと平田に。でまあいつもあの自分らがいてる会社があるんですけど、そこに来いということで平田を呼び出したんですよ。だから平田が、まあ、2時間後ぐらいにね、まあ、そこに来たんですけど、その一緒に平田と一緒に山に入ったっていう、まあ、飼い主の人ですね、その人と一緒に来たんですけど、もうその人の顔がねもうボコボコなんですよ。もうまだ血も出てるぐらいの感じでね、もう耳からも血出てたしね、もうとりあえずボコボコなんで服もピッピリなんですよ。その人間を引きずったように連れてきてね、で今確認したと、そしたら飼ってないと、ここまで焼き掘り込んでも飼ってない言うとるんやと、あその話ほんまかいと、まあこうなってきたんですよ。まっちゃんはまだ川崎の人に電話かけて、こっち確認とったけど飼ってない言うとんどと、どうなっとんねんって、一回そっちもっと確認せえやって言って、まあここまっちゃんも強気で次川崎の人にまあ電話入れたんですよ。だから平田はその時に、この話もし違いましたではこれ通らんよと、まあそんな話をまあ言ってきたんですよ。まあまっちゃんも、まあこれどうしようかなってまあ思ってるんですけど、まあでも川崎の人の連絡待とうということになって、1時間後ぐらいかな、ちょっとその辺時間忘れたんですけどね、川崎の人が連絡があったんですよ。そしたらすいませんから始まったんですよ、電話が、声が漏れてたんですよ。で、あ、これはあかんなと、これはまっちゃんと平田と揉めるなって、まあ自分も思ったんですよ。だから川崎の人が、持ち主が親戚の人に売ってるんですよ、その山を。その親戚の人が東京の人なんですよ。だから東京の人に売ったと、買うって言ってくれたから、直接来て買うって言ってくれたからとか、なんかややこしい説明の仕方をしたらしいんですよ、その川崎組の人と持ち主の間に入ってる人に。でこの間に入ってる人っていうのは片家やから、まあ結局東京の人がもう 買いましたよって、もうやってられませんねみたいな話をなんか脱にしたらしいんですよ、川崎組の人に。川崎組の人も勝手な早とじりで言ってるわけなんですよ、まっちゃんに。あ、今度平田がこれまっちゃんにどねんするんやと、どねんしてくれるんやって、こう話になったんですよ。まっちゃんがそこでね言った一言がね、誰にでも間違いはあるがなと、しゃあないやろって、誰もこんなことしてくれて俺らしたことも頼んでないと、手かけて焼き掘り込んで聞き出せなんか俺らしたことも言うてないと、間違いは誰でもあるがなって、まあ、まっちゃんはもう開き直ったんですよそこで。まあ平田もいろいろ言ってましたよ、飛び越えてね、人の顔潰すようなことするような人間やみたいなこと言われてカッコつかんみたいなねこともまあ言うてましたけど、まあねみんな間に入って、まあまあもう平田さんもそんな言わんととか、まあねまっちゃんももう頭下げときいいなっていう感じで、まっちゃんもあごめんなごめんなみたいな感じでもう軽い謝り方してましたよ。まあ、それでまあみんな眺めてまあ一旦終わったんですよ。まあ、今度まっちゃんはもう平田のことなんかどうでもいいんですよ。これ川下組の人間どれってこれ攻めたろって考えてるわけなんですよ。こっちおかしなってるわけやからね、まっちゃんもいらん頭下げてるわけやから、元は言うたら川下組の人のその早とちりでこうなってるからね。で川下組の人間にも平田帰ってからね、川下組の人間に電話かけたんですよ。あんたこれどれする気やと、こっちはお前おかしなってるもんで揉めてるやないかと、どれするんやろこれって、まあこういう電話を入れたわけなんですよ。まあ川下組の人もまあ困り果てて、どうしましょうかねっつって、自分そっち行ってその方に頭下げますよとかまでまあ言ってくれたんですよ。
まあだから悪い人ではないと思うんですよ、その川下組の人もね。だけどまっちゃんはもうあの頭の中はもうお金しかないから、もうこれ絶対金にしたろうと思ってるんですよ。っていうのもその川下組のその先の人っていうのはお金持ってるんですよ。まあ金貸しなんですよね、多分。あの自分らには金貸しとは言ってなかったけど、まあお金持ってる人なんですよ、まっちゃんのリサーチではね。それでその人間とさらにさせてくれと、あの間に挟まれて男もしんどいやろと、川下組の人に。あまあ川下組の人もそんなさせられへんとか、まあ、言ってたんですけど、あのいついつまっちゃんは当時元気だから関西にいついつ当番で入るからと、その時に会おうかということで会ったらしいんですよ。まあ、その時にその川下組の先の人ね、そのお金持ってる人が500万持ってきたらしいんですよ。何やねんこれと、500万円ですと。まあ、500万円で、そんな眠たい話するんかいと。まっちゃんの中では、自分の取り分が、山が売れたら2000万あったらしいんですよ。だから2000万乗してるんですよ、あの人間はね、払ったら。向こうが言うて、まあ、1億だったと思うんですよ。だから8000万が何かあったんですよ、売り値はね。だからその子に2000万足してるんですよ。だから半分の1000万は持ってくると思ってるんですよね、まっちゃんの中では。で、500万で終わらすんかいと。おたくのミスで俺は一人友達なくしたんやと。あ、友達もその山を買うって言うてた人間に手までかけて友達なくしてるんやと、先をなくしてるんやと。500万で終わらすんかいって言って結局1000万取ったんですよ、その川下組の先の人からね。川下組の人はまあ1000万出しないと思うんですけど、それで1000万持ってきて、1000万上がってんポンちゃんってまあ喜んでたんですよね。今日飯食いに行こうやみんなでとかね、まあ言うてましたよね、ありがとうごちそうさんとか言ってもらうのまあ冗談で言ってて、でもこれ平田にどうすんねんって、まあもう一人ね仲のいい人が言ったんですよ。まっちゃんこれ平田どうすんのってなった時に、あ、平田にもそれは金やらんとなって言って、平田にやったの30万円ですよ、1000万上がって。で平田も平田でちょっとかっこいいとこがあって、あの30万まああって、その時に平田とまっちゃんとバーって言い合いになった時におったメンバーに、あのみんなで割りましょうと言って、3人おったかな、まっちゃんと平田以外で、自分入れてね、10万円ずつね、くれて、結局平田1円も取ってないんですよ。間に入ってもうて、県外並んでよかったですって言ってね、10万円ずつくれてね。そういうとこはまあ平田かっこいいなって思うんですけど、まっちゃんからは、晩ご飯はごちそうになりましたけど、あの、現金は1円も来ませんでした。まっちゃん VS 平田。まっちゃんがケチやっていう話をしてみました。はい。まあ今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。